ときめきメモリアルガールズサイド2ゆうくん攻略編を本日もやっていきたいと思います。前回でね、お正月1年目最初のお正月を迎えて、で1月のねちょっといい話を聞いたところなので、引き続きねちょっといい話を毎月聞きつつね、たまにあるバレンタインとかね、そういうイベントちょいちょいね挟みつつ今日もやっていきたいなと思います。あ、まあそうですよね。え、ゆうくんくれたりするかな。今日は私の誕生日でも誰からもプレゼントをもらえなかったな。お姉ちゃん、お姉ちゃん、ゆうくん、お姉ちゃん今一人。ゆうくん、うん、そうだけど、そっちに遊びに行ってもいい？構わないよ。どうかしたの？どうかしたのって、今日はお姉ちゃんの誕生日でしょ。嬉しい、ゆうくん。え、覚えててくれたの？当たり前だよ、お姉ちゃんの誕生日をこの俺が忘れるわけないじゃん。できた子ね。というわけで、じゃーん、はい、バースデープレゼント。何くれたんだろう。嬉しい、ゆうくん、ありがとう。どうしたの？誕生日プレゼント何だったか教えてほしいんだけど。なんだろうね、花、その辺で摘んだ花とかかな。まあそれでも嬉しいよ、覚えててくれたことが嬉しいね。あのね、あ、ちょっと待ってて、そっちに行くね。お姉ちゃん、カエルの眠そうな顔って見たことある？あ、でもわかるかも。え、眠そうなカエル？うん、この間友達と神社の裏の森に行って落とし穴作ってたんだよ。そういう意味わかんないことやるよね、子供ってね。そしたら土の中にカエルがいてさ、小さく丸まって動かないんだ。冬眠中だったのかな。土の中にいたの？うん、冬眠してたんだと思う。わっ！って脅かしたら、すっごい眠そうな顔で睨まれた。さて、帰ろうかな。あ、そういえば私、バレンタインデーが近いのにチョコレートを買ってなかった。よし、買いに行こう。いらっしゃいませ。さて、どうしようかな。じゃあ最初はね、ギリチョコにしよう。ありがとうございました。いい買い物ができたな。さて、帰ろっと。あ、そうだ、手作りチョコどうしようかな。ゆうくんも手伝ってくれるって言ってたし、今年は最後の年にね、作りましょう。やっぱりいいや、やめておこう。お姉ちゃん、おはよう。あ、おはよう、ゆうくん。いよいよバレンタインだね、チョコレートの準備は大丈夫？まあ、それなりには。心配だな。でも、こういうのは形じゃなくてハートの勝負だから。うん、そうだよね。そうそう、ここは気合だよ。俺も帰りは荷物が増えそう。じゃ、まったね。うん、気合だね。そんな気合を、ギリチョコに気合はいらないと思うけどね。もったいないから自分で食べちゃおうかな。
ゆうくんにあげましょう。ゆうくんにあげよっと。喜んでくれるかな。ゆうくん、いる？うん、今開けるね。どうしたの？お姉ちゃん、バレンタインうまくいった？うん。というわけで、これはゆうくんの分。わーい！ちょっと待ってて、そっちに行く。もしかして子供扱いしてる？ま、これもご近所付き合い。いただきます。喜んでくれたのかな。どうしたの？あのね、うん、ちょっと待ってて、そっちに行くね。お姉ちゃん、なんか欲しいものってある？え？どういうこと？え、特にないけど、どうして？5年生になったらお小遣いが増えるんだ。何が欲しい？そんな、増えたお小遣いでお姉ちゃんに何かを買おうだなんて、なんていい子なの。何か言ってみてよ。早く。え、これで終わり？もうちょっと、もうちょっと膨らましてよ、会話。おはよう、お姉ちゃん。ホワイトデーか。おはよう、ゆうくん。朝早いんだね。だって今日はホワイトデーだよ。お返しを渡さなくっちゃ。そんなに早くから？たくさんもらっちゃったからね。いやー、モテモテで困っちゃうよ。というわけで、この間はごちそうさま。これ、お姉ちゃんの分。豆ね。6歳差でしょ？あれ、そうだよね。小学校卒業、そうだよね。デイジーが高校卒業とか18の時に卒業、そうだよね。18と12だから6歳差だよね。十分いけるわよ。ちょっと10代のうちはね、難しいかもしれないけど、全然いけるわよ。こっちが、ね、20代に入ればいけるわよ。ありがとう。それじゃあ俺もう行くから。じゃあね。ゆうくん、あの年でマメだな。ちょっと見習った方がいいのかな。あのね、うん、ちょっと待ってて、そっちに行くね。隣の公園でノビルが生えてるの見つけちゃった。もうちょっと関心持ってあげてよ。春のおやつにいいらしい。食べたことある？ノビルはちょっと食べたことないかな。あの、なんだっけ、なんだっけ、高い、結構売られてるとね、高いんだけど、その辺に実は生えてるって結構でもあるんだよね。意外とそういう系は好きなんだけど、名前忘れちゃった。なんか一個すごい好きなやつがあるんですよね。なんかちょっと粘りがある系のやつで、根っこから引っこ抜いて、外側の茶色い皮を剥いて、白いところだけ食べる。よく知ってるね。うん、ネットで調べたら書いてあった。あ、そうね、何でも調べりゃすぐ出てくるもんね。どうしたの？あのね、うん、ちょっと待ってて、そっちに行くね。ねえお姉ちゃん、猫ってハンバーグ食べると思う？ちょっと玉ねぎ入れるよね。ちょっとダメよ、それは。それはちょっとやめた方がいい。 生肉の方がだったらまだいいんじゃないかな。ひき肉の方がね、まだね、まだね。ハンバーグ、うーん、どうだろう。お肉
だけど、食べるのかな。どうしてそんなこと聞くの。あのさ、団地の向かいの三角公園で野良猫が子供を産んだんだ。チャトラの猫。何か食べるものを持って行ってあげたいんだ。なるほどね。ハンバーガーならお小遣いで買えるんだけどな。ちょっと心配だわ、猫が。キャットフードにしな。もうしばらくで食べないけど。どうしたの？あのね。あ、ちょっと待ってて。そっちに行くね。今日はバス乗り過ごしちゃった。バス停5つ分ぐらい歩いて戻ってきたんだ。俺乗り過ごしちゃった。あ、帰りの話か。バスってか、バスで通学してるんだね。ってことは私立とかなのかしら。結構歩いたね。何があったの。携帯ゲームで遊んでたんだけど、いいところで手が離せなくってさ、気がついたら通り過ぎてた。でもゲーム持ってってるってことは、学校じゃなくてあれかな、普通にどっかに出かけてってことなのかしら。でもラスボス戦クリアしたんだ。すごいでしょ。どうしたの。あのね。あ、ちょっと待ってて。そっちに行くね。今週の俺って何でもできる気がする。どうしたんだ、なんか突然。どうしたの、なんか。そう、なんかそううつの人のなんかそう状態みたいな感じでしたね。大丈夫かゆうくん、突然どうしたの。あのさ、昨日学校帰りに駄菓子屋でアイス買ったらもう一本当たりが出たんだ。ガリガリ君かしら。それは良かったね。でしょ。でもって、それを食べたらまたもう一本当たりが出たんだよ。そういうことね。それでテンションが上がってんのね。やばい、なんか薬とかなんか病気なのかって思っちゃったよ。今週は絶対ついてるよ。幸運の女神が来てるって。ヤッホー。どうしたの。あのね。うん、ちょっと待ってて。そっちに行くね。来週羽ばたき山でキャンプするんだ。夏の泊まりイベントだね。いいな、私も行きたい。うん、班ごとに旗まで作ったよ。昼は飯盒炊爨をして、夜はキャンプファイヤーだって。楽しそう。楽しいといいね。任せてよ。それはそうと、夏、夜といえばやっぱり肝試しでしょ。思いっきり怖い話を仕入れていくんだ。お姉ちゃん、いい話知らない。怖い話はね、何個かあるんだけど、まあでもちょっとここで喋っても長くなるからやめとくけどね。何個かね、マジで怖かったやつあるんだよね。あと自分が体験したやつもあるし。どうしたの。あのね。あ、ちょっと待ってて。そっちに行くね。次の日曜日、課外授業で博物館に行くんだ。恐竜化石展、楽しみだな。あれか。あの子供がすごい見てるって言ってたもんね、先生がね。だからいろんなとこ連れてってくれるね、学校ね。楽しそう。ゆうくん、恐竜好きなの。大好きだよ。生き残りがどっかで見つかったら絶対背中に乗せてもらうんだ。かわいいな。男のロマンってやつだよ。うん、俺、考古学者とかになった方がいいかな。なんか答えてあげてよ。
したの？あのね。うん、ちょっと待ってて。そっちに行くね。もうじき運動会だ。またまたいっぱい活躍するぞ。ゆうくんは運動得意だったね。うん、今年もいっぱい出場するよ。クラス対抗リレーでしょ、 400m リレーでしょ、障害物リレーでしょ。うわ、また人気出ちゃう。困ったな。今でもいろいろ忙しいのに。いろいろ？だからいろいろはいろいろなんだってば。なんだろう、男子たちの情報収集と、まあ学校でもモテるから女の子との付き合いとか、そりゃ多忙だなこっちは寝てばっかなのにねの文化祭、私たちのクラスの出し物はディスコ。早く教室に行って開店準備しなきゃ。ようこそディスコヤングブリースへ。ひえ、意外に人が入ってる。忙しくて目が回るよ。お姉ちゃん。あ、ゆうくん来てくれたんだ。うん、面白いものがないか探しに来たんだ。あのさ、ここって最新のお化け屋敷？え？暗いし、みんなキャーキャーって。あれ？違うの？さあ、どうでしょう。では、ご案内いたします。どうぞこちらへ。へえ、お姉ちゃんかっこいい。光ってるよ。こちらはブラックライトコーナー。白いシャツなんかが青白く光って面白いでしょ。うん、面白い。お化けもきっとびっくりだね。そうだ、いいアイディア浮かんだよ。あのね、天井から野球のボール吊るしてさ、人だまり見えるよきっと。ね、ナイスでしょ。ゆうくん楽しそう。でも、ここはお化け屋敷じゃないよ。私たちのクラスのディスコは大人気だったし、楽しい文化祭だったな。どうしたの？あのね。うん、ちょっと待ってて。そっちに行くね。学校で怒られちゃった。あら、珍しい。どうしたの？図書館で借りた本返すのすっかり忘れててさ、次の人が待ってるわよだって。ああ、ありがちだよねまあでも怒られたってことでもないねそれは怒られるよ。明日こそ持っていかなくちゃ。図書館の先生怖いからね。その本ね、すっごく面白いんだ。返す前にもう一回だけ読もうかな。宇宙王子。宇宙王子ってあれじゃん、ミオが言ってた宇宙王子の教会のさ、なんか嘘話って嘘の伝説のお話で、宇宙王子って、あ、ここで出てきたんだ。びっくり。どういう話なんだかはちょっとよくわかんないけど、宇宙姫と宇宙王子。ということで、じゃあどうしようかな。今回この辺りで終わりにして、あと1回って感じかな。じゃあ、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。